はい、ナオズです。今回紹介するのはレゴシティのコンクリートミキサー車60018です。中には部品の袋が2つ、シールシートが1枚、そして説明書が1冊入ってました。それでは早速組み立てていきます。はい、完成です。1人目は若い作業員です。オレンジ色のオーバーオールを着てて黒いキャップをかぶってます。2人目はヒゲの生えた作業員です。オレンジ色の作業服を着てて手にはスコップを持ってます。また付属品として手押し車がついてて、こんな感じで作業員に持たせることができます。そしてコンクリートミキサー車です。作ってみると意外に長さがありました。全長は21センチあります。で、片側だけでタイヤが4つ並んでるのはかっこいいですね。ライトがクリアパーツを重ねて作ってあるのでキラキラしてて綺麗です。で、グリルはシールになってます。また運転席の屋根が簡単に外れるので、ここにさっきの作業員を座らせることができます。前から見るとこんな感じです。コップを置くスペースがあるのが作業車っぽくていいですね。それからこの運転室はこうやって前に倒れます。前に倒した時に見えるこの赤い部分ですけど、おそらくこれはエンジンだと思います。で、そこから伸びるマフラーもちゃんとついてます。結構リアルにできてますよね。さらにそのマフラーを横に倒せば、後ろについてるこの大きなドラムをこうやって立てることが可能です。一気にやってみると、前に倒して横に倒してそのまま持ち上げる、こんな感じですね。実際にミキサー車のドラムをこんな風に立てられるかどうかはちょっとわからないんですけど、これでも動きとしては本当によくできてると思います。で、せっかくドラムが今この状態になってるので、ここにコンクリートをイメージしたブロックを入れていきます。ちなみに全部で18個ついてます。で、入れ終わったら元に戻します。それから後ろ部分ですけど、結構メカメカしくてかっこいいですね。それっぽく見えます。ただ実際はここの上にコンクリートを入れるための容器があるんですけど、それがこの車にはありません。ただ出てきたコンクリートをさばくためのシュートという部品はちゃんとついてます。この部品こうやって左右に動くのと、これ自体がこんな風に上下に動きます。そしてこちら側の運転室の後ろにつまみがついてます。
このつまみを前に回すと、こんな風にドラムが回転します。で、こうやってドラムを回転させてると、こんな風にさっきドラムの中に入れたコンクリートのブロックがたくさん出てきます。で、今はシュートをこちら側に向けてるので、こっち側にコンクリートのブロックが落ちましたけど、このシュートを逆にこっち側に向ければ、こんな風にこっち側に落とすことが可能です。なので、このシュートをうまく使えば、さっきのこの手押し車にこうやってコンクリートブロックを入れることができます。で、手押し車にたくさん乗せれば、このまま作業現場に持っていくことができますね。ちなみにこのドラムの構造ですけど、本当によくできてて、このつまみを前に回すと、さっきみたいに後ろからコンクリートのブロックが出てくるんですけど、逆につまみを後ろに回すと、この奥の方へずっと入っていくようになってます。このセットのパーツ数は全部で221個でした。パーツ数は少ないですけど、本当によくできたミキサー車だと思いました。以上、レゴシティのコンクリートミキサー車60018を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。スマートフォン、タブレットの方は画面を縦にして赤いボタンを押してください。パソコンの方はこの青いボタンをクリックしてください。説明欄の星マークのところから他の動画見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。